とご機嫌なおもちゃが出てきたじゃねえか。まさかもう実戦配備を。あれは多脚型機構兵器タイユターン。多脚機構により安定性と機動性を両立させ高火力高耐久高速機動を可能とした。もう分かったよ。とにかく壊せばいいんでしょ。あ、はい、おっしゃる通り。個人的には壊すのはもったいないなぁなんて思いますが。やろうぜ。あんな消そうなもん放っておけねえよ。ここからよ。はい、そうですね。わかってるぞ。足が光り始めたけど今度は何？エーテルフレームを露出して放熱して、ブーストモードというわけですね。しばらくは手がつけられません。回避に専念を。とんでもねえ暴れっぷりだぞ。ブーストモードはスタミナ先狩りの猛攻です。そう長くは続かないはず。解説ありだろ。装甲が薄いはずですよ。脚部に攻撃を集中させましょう。バーストゲイル。動きが止まったぜ。今だ、みんな見てください。脚部アフチエーターへの核化による損耗は明白で、姿勢制御にブレが。わかるように言ってくれない？手応えありですよ。オッケー。テリア今ここですね。決めた。まとめて攻撃。動きが鈍っています。あと一押しで機能停止するはず。やった、決める。やったぜ。ようやくおとなしくなったな。見事でした皆さん。それにしてもまだ完全に破壊できないとは。待て、このご恩は奴らの戦艦が来るぞ。今度は2体も来やがった。お任せあれ。力を貸してもらいますよ。メインユニットの損耗なし。よし、このタイユタールを使って迎撃します。乗っ取ったってのか。何でもありだな。おい、レンリアローラにお任せあれ。皆さんは援護を。なあ、あいつなんか生き生きとしてねえか。解説してる時に目が輝いてたもんね。そんなことはありません。それとこれとは別です。はい、全訪問開け。増援で投下したタイユタール各機を援護せよ。上空から砲撃ですが、タイユタールの装甲ならびくともしません。よっしゃ、一気撃破だ。戦艦をその隊員なんとかで攻撃できねえか。やったぜ、効いてるぞ。くそ、あの暴走している機体を破壊しろ。隙だらけだ。攻撃が厄介だ。上空の戦艦の邪魔だぜ。
この距離ならばタイユタールで。やったぜ、効いてるぞ。多勢に無勢ですが、当たらなければどうということは。さあ行こう。なんだあのタイユタール、まるで生き物のような動きを。使い捨てのオーバークロック状態にしました。動くうちに敵戦艦の撃墜を。どうだ、ざまみろ。こんな感じか。ドライブバーストであるぞ。再現なく連続使用できるとは、この革新的な放熱技術を人のために使いたいですね。それ、あとは戦艦だけだ。タユタール任せだけど、やっちまえ。撃墜したか。こいつはなかなか爽快だな。敵はいなくなったみてえだな。タユタール、お勤めご苦労様でした。瓦礫の撤去ならお任せを。先を急ぎましょう。